もちろん嬉しかったんですけど、まあ、入った時ちょっとボールがゴールから出てきてしまって、上の人から見たら入ったか分からなかったって言われたんで、ちょっと、まあ、ちょっと入った感じがしなかった、その雰囲気的に入った感じがしなかったんで、ちょっと寂しくはあったんですけど、まあ、ああいう雨の中でセットプレーで最初の点が早い時間帯で取れるっていうのはかなりチームとして大きかったかなと思います。もちろんサッカーはもうスタメンで出たいっていう欲は常に持ってますし、今それは出れてない現状で、まあ、そこをもっとこだわりたいっていうのもありますし、まあ、でもきちんとこうディフェンスとしてこう監督にはベンチでもスタメンでも役割を与えられていると感じているので、その役割をきっちりこなすことが大事な、こなしてアピールしていって最後に試合に出る、最初から出る、コンスタントに出るっていうのが今悩みというか、まあ出たいと思っているところなんで。今はあんまり良くないなと思ってやってないんですけど、こう試合前にこうハンバーグを食べる、絶対食べるっていうのをやってて、でそれが本当に効果があって、大学時代びっくりするぐらい効果があって、そのハンバーグも食べたら活躍するし点も取れるしってなって、食べた量に比例して活躍の量が比例していくみたいな。例えば本当に、まあ、僕学生時代、まあ、育ち盛りですからまだこう 500g ぐらいのハンバーグを食べて、試合前に食べて臨んだら次の日ハットトリックしちゃうとか、なんかそういうのあったんですけど、ちょっと今まあいろいろ栄養学のこととかも考えてハンバーグを食べるっていうのはなかなかちょっとできないんですけど、今は、まあ、やってたっていうことは、はい、あります。高校時代はそんな栄光っていうものはなくて、3年の時も県ベスト8で負けてしまいました。全国も1回も経験しないで終わってしまったんで、まあ、日の目を見ることはなかったかなっていうのはあります。大学時代はいかがでしょうか？もちろん大学時代、まず入った時にそのレベルの高さにびっくりして不安を覚えたりもしましたし、まあ、1,2 年全然試合に出れなくて、僕が一番思い出深いのがその大学3年の時に、ほぼ試合に出てからB チームから3年の最初に B チームから始まって、3年の終わりにはそのインカレの優勝した舞台にの決勝のピッチに立っていられるっていう、もう本当に濃い1年だったなっていうのは今振り返って思いますし。怪我をなされたと聞きましたが、それはいつの時代ですか？大学4年の時ですね。最初その僕その売りがその怪我をしないっていうのが売りだったんで、捻挫もしたことがない、肉離れもしたことがないんで、練習をほとんど怪我で休んだことはなかったんで、その怪我をしないのが唯一の自慢だったんですけど、その大学4年の時に初めて怪我した時にその全治、まあ、最終的には10ヶ月ぐらいかかる怪我をしてしまって、まあこのままサッカーができるんだろうかっていう不安も持ちつつ、まあ、もちろんその大学4年だったんでその進路のこともありますし、プロになれるのかっていう、もう本当にどん底に突き落とされた時でしたね。まあその怪我をした時に、そのいち早くオファーをくれてたジェフさんがその僕の怪我を見てくれて、面倒を見てくれるところだったので、怪我をしっかり治そうっていうことで決めて、そこからもう大学の練習には出ずにリハビリをしてたっていうこと。試合に出れるというよりはそのなんか自分が成長できると思って、まあ、決めて、まあ、J
ジェフ時代よりも厳しいトレーニングするんで、まあ、開幕戦とかにも出れたんですけど、まあ、そこから数試合何試合か出てたんですけど、まあ、僕が出てる時点で全然勝てなくて、そこで僕が変わった瞬間に8戦負けなしっていうことになって、まあ、すごい責任を感じてたし、またこう試合に出て出れなくなるっていう、まあ、悔しさというか、まあ、この1年でもかなりの浮き沈みがあったのかなとは思います。僕自身なんかこう漠然とスポーツをやるのが嫌いで、やるからには極めたいっていう性格なんですけど、両親も、まあ、それぞれスポーツで結構結果を残した人たちで、まあ、なんていうんですか、一家的にこうスポーツ一家というか、こうスポーツに対しての気持ちっていうのはなんかそういうものを持ってるものがあって、まあ、中途半端が嫌いっていうのはあるんですけど、シーズン序盤勝てない時期があって、また負けない時期もあって、まあ一喜一憂する部分あったと思うんですけど、まあ最後に、まあどうやって終わるかっていうのがやっぱりサポーターの方々がどう最後にどう思うかっていうのが関わってくると思うんで、やっぱ最後こう自分たちの目標である J1 昇格っていうのを成し遂げられることができたら、まあサポーターの方々も満足していただけると思うんで、僕らはそれに向かって全力でやるだけですし、後半戦まだ丸々残ってますんで、十分逆転可能だと思いますし、ここから下を見ることなく上だけを見ていけたらなと思ってるんで、これからも応援よろしくお願いします。